演奏は中野豊さんです。中野さんよろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。すごくいい音でこう作られたエフェクターだというふうに思います。ありがとうございます。お聞きいただきましたように、いずれもすぐバンドで最適なサウンドが搭載されております。 ME25 にはペダル操作で音を持続させて、その上でソロ演奏が可能な新エフェクトフリーズを搭載いたしました。印象的なライブパフォーマンスを演出することができます。いただいたようにね、ちょっと今まで、ね、聞いたことないような、タイプのエフェクトだと思うんですけれども、曲のイントロとかね、ベースとドラムのトリオ演奏など そのソロのバッキングでこうコードを鳴らしたりするのに使えるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。小型アンプでも大型アンプ並みの分厚い重低音と箱鳴り感を加えることができるスーパースタック機能を装備しています。またライブパフォーマンスでのトレンドとなっていますフレーズループも最大38秒という長時間ループ録音に対応いたしました。コンピューターと接続しオーディオインターフェースとしても機能いたします。本格的 DAW ソフトソナー 8.5LE もバンドリングしています。ソナー LE で再生できるギター用のバッキングオーディオも多数収録、ジャムセッションや練習にご活用いただくことができます。ボスのホームページからは専用ライブラリア、そして音色追加データのダウンロードが可能です。本体にお好きな音色を取り込んで ME25 のカスタマイズを行うことができます。簡単音作り、高品位サウンド、 PC レコーディングというギタリストのニーズに応える ME25、 発売は2月12日を予定しております。本日はアメリカのハードロックシーンで活躍するロバート・マルセロさんをお呼びしております。ME25 のサウンドをマルセロさんのテクニックとともにお聞きいただきましょう。 Please welcome Mr. Robert Marcelo。
We'll be right back.